さあ今日は道の駅宇都宮ロマンチック村にお邪魔しています。ご覧ください、ドン！地ビール工場ということで、このさっき覗いたらね、いっぱいタンクがたくさんあったりとかして、もう喉が鳴っております。早速今日は地ビールを目指して行ってみたいと思います。レッツゴー。道の駅宇都宮ロマンチック村、東京ドーム10個分の広い敷地にさまざまな施設が揃う人気スポット。そんな中に今年で20周年、地ビールを醸造するブルワリーがあります。お、見てください、ちょっとタンクが、わ、すごい本格的なやつだ。地ビールとはその土地で小規模に作られるビールのこと。ロマンチック村では年間およそ8万リットルの地ビールを醸造しています。地ビール作り20年、ブルワーの山下さんにお話を伺います。蒸しますね、山下さん。そうですね、ちょうど今麦汁を煮てるところで、もうサウナみたいな感じですよ。おお、すっごいグツグツいってますね。麦の汁を煮てるところですね。ビール作りの主な工程はご覧の通り。はじめに原料となる麦芽を砕いてお湯に入れ、麦汁を作ります。そこに香りの元となるホップを加え90分間煮ます。それを冷やしたものに酵母を加えて発酵。一月から二月経つとビールが出来上がります。こちらが原料になる、これが麦芽なんですけども、これが麦芽、一般的にはビール麦って呼ばれてるんですけれども、はい、栃木県は非常にビール麦の生産が盛んな県なんですね。知らなかった。宇都宮でも本当にたくさんビール麦が作られております。へえ。私たちは地元の原材料にこだわってビールを作っておりまして、水が美味しくて麦の産地でもある宇都宮は地ビール作りにもってこいの場所というわけなんですね。いや、熱い熱い。ちょっと山下さん、ずるいじゃないですか、お一人だけちょっと飲んでみますか。ありがとうございます。やっぱそうやってるんですね。いただきます。ちょっと何ですかこれ。ビールじゃないですかこれ。これが麦汁っていうビールの元なんですね。途中の味をチェックしてたってことなんですね。そうです。あ、そうですか。確かにね、釜の中でこう温度変化を持たせると、こういうふうに甘くなるんです。ご飯を食べて口の中でこう噛んでると甘くなっていくっていう、あの原理、あの感じだこれ。こうやっていつも一回一回チェックされてると。機械で分析することもありますけども、やっぱり自分の五感を使って。はあ、五感を使う。すいません、はい、サボってると思ってました。こちらでは手作業で丁寧なビール作りを心がけています。こまめに瓶詰めすることで鮮度のいい状態でお店に並ぶように工夫しているそうです。いやー、来ました。さあ、出来たての地ビールをいただきます。どうぞ。うわー、ありがとうございます。当園で一番人気の麦太郎っていうビールになります。はい、いただきます。いやー、山下さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいお仕事されてますね。いや、ビールに対するちょっと認識が変わるぐらい。あ、よかったです。香りがすごくフルーティーで、コクがあって、しっかりこう麦の味も。そうですね、ね、地元宇都宮の麦 100% で仕込んでるんですけども、はい、やっぱり他の麦を使うことよりも、すごく雑味の少ないこう綺麗なビールができる。普通のビールとは一味違う宇都宮の地ビール。その美味しさが口コミで広がり、現在都内 5,60 店ほどのお店でも扱われていて好評なんだそうです。クラフトブルワリーでは麦太郎を筆頭とする定番ビールの他にも様々な季節限定ビールを醸造しています。こちら新しいビールなんですけど、今年の夏の新作のセッション IPA っていう、新作、ありがとうございます。セッション IPA、はい、いただきます。
わかりました。わかりました。完全にホップが強い。そうですね。ね、柑橘系の。グレープフルーツみたいな香りがする。はい。普通のビールの大体2倍ぐらい、これ苦くて。はいはい。この苦味もまた、うん、これ好きですわ、うん、アルコールも低めにしてあるので、そうなんです、ね、飲みやすいんですよ、うん、苦味はあるけど、うん、この暑いこの夏にこうごくごく飲んでいただくので、はい、うん、すごいフルーティーだし、うん、地ビールファンの方のこだわる気持ちとかすごい今面白いですね、うん、他のお酒に比べて、はい、その味の違いとか香りの違いとかすごく分かりやすいと思います、うん、はっきり色分けされてるというかね、うん、自家製ホップの栽培も試験的に始まっているそうです。近い将来オール宇都宮産の地ビールが誕生するかもしれませんね。いやー皆さん、今日は地ビールというね、非常に奥深い麦芽と、ホップのハーモニー非常に勉強になりまして、私自身ですごく楽しい経験を、まあ、はい、次はこれを飲んでみましょうか。ちょっと待ってください、樽？これウイスキーが入ってた樽なんですけども、その中にビールを入れて熟成しております。すげえ、終わったと思ってたら、じゃあ飲ましてください。ぜひ。樽？ウイスキー樽で仕込んだビール、特別に試飲させていただきました。これビール？ビールですね。アルコールが 12% ぐらいあります。そこ結構濃いですね。そうですね。これ好きです。ああ、よかったです。ありがとうございます。これ本当あの黒ビール僕結構好きなんですけど、うん、よりもこう華やかというか。そうですね。よくお分かりになりましたね、はい、華やかなんですよ。これはこう、はい、華やかな香りを出す酵母で仕込んでるんで、すごくちょっとこうフルーティーな感じ、はい、あとこう焙煎した香りと、はい、このウイスキーの香りでちょっとチョコレートをイメージするような香り、はい、樽に入れてた効果っていうのは香りに出てる、うん、そうですね。ビールを入れる前にウイスキーがバーボンが入ってた樽なんで、ウイスキーのこうフレーバーを感じてると思うんですけども、これ絶対女性の方も、あとそんなに普段ビール飲まない方も絶対好きですよね。ごくごく飲むビールではなくて、本当にこうゆっくりとこう立ち上がってくる香りをこう楽しんでいただきながら、はい、本当にワインのようにこう、はい、本当食事に合うような感じですね、うん、新しい飲み物だ、うん、地域に根ざしたユニークな地ビールを作っている山下さん。地元出身のラッパー上鈴木兄弟のバンド POP とのコラボで作ったビールも話題です。せーの、乾杯。乾杯。超うまい。とにかく美味しい。すごく飲みやすくて美味しいビールになってます。味がいいですね。味がいいもんね。味がいい。町の盛り上がりにも一役買っている宇都宮の地ビールです。乾杯。すっかり堪能させていただきました、宇都宮さんの二条大麦を使って、ブルワーさんが心を込めて作った地ビールの数々、宇都宮には宇都宮にしかない深いビールの世界があるんだなって本当に感動しました。宇都宮やばいっす。また次回ちょっともうちょっと飲んできますわ。山下さん